リカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。皆さん知ってますか？あれいつだろうな、もう僕が小さい時くらいな気がするんですが、あのね、すごく流行ったあのトルコ風アイスが復活したんですよ。不思議な食感、トルコ風アイス復刻版。はい、今回のものはね、バニラです。もっちり伸びる。そうなんです、トルコ風アイスは伸びるんです。というわけで今日はこのトルコ風アイスはどこまで伸びるのかね、実験してみたいと思います。もしかしたらね、すっごい伸びるかもしんないから床からやってみたいと思います。ただもしこうやって伸ばしてビヨンベチャっとかやって床にあのアイスが落ちちゃったらもったいないので、はい、こちら買ってきました。サランラップ。これをまず地面に敷いて、もしね、床に落ちちゃっても食べれるようにガードしたいと思います。これで、こういう感じか。よいしょ。あー、くっつくくっつく。あー、くっついちゃう。ね、ゴミ袋とかでもよかったんですけど、なんかゴミ袋って嫌ですよね。食べ物扱うんだからね。はい、そしてちょっとトルコ風アイスを混ぜます。これね、溶けてきた時にビヨーンって伸びるんでね。はっ、おー、なんかソフト、すごくソフト、ソフト、ほら、あ、伸びそうな感じだ。これ伸びそうな感じ、ほら、何この感じ、ほらこの感じ、ほら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 、伸びそうだよこれ。あー、いいね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 。もうこれパティシエみたいな感じだよ。アイスはね、溶け方で決まるんでね、うちのアイスはね。よし、いい感じだ。よし、行こう。よーし、行くぞ。すげえ、これなんか僕の身長くらいまで行ってパクって食べたらね、もう僕プロです。はい、トルコ人超えます。行きます。3、2、1。あー、トルコー。見ました？見ました今の。それも飛び散りはサランラップ内で収まった。これはもう食べれる、回収して食べれるからね。もう一回行こう。身長を超えるくらいまで行きますよ。行きます。3、2、1。が、あー、ミスった。いきます。3、2、1。はい、おー、はい、おー、はい、おー、はい、おー。うまいなこれ、おいしい。うん、ちゃんと飛び散っちゃったところもね、うん、食べましょうね。なんかマヨネーズ飛び散っちゃったみたいになってます。ちゃんとね、ちゃんとすくってね。美味しいね。うん、さ、そろそろだいぶ溶けてきちゃったんでラストチャレンジかな。すげえ伸びるよ、ほら。ちょっと溶けてきちゃったな、でも。うん、ちょっと溶けてきちゃった。はい、もうラストチャレンジですね、これ。だいぶ溶けてきちゃったんで。いきます。3、2、1。ラスト！はぁ、あぁ、全然ダメだ。やっぱりね、ちょっと硬いくらいの時の方がビヨーンってこう長く伸びますね。うまい。はい、というわけで、あんまりね、溶けてなくてまだちょっとこう硬いくらいの時がね、一番伸びると思いました。それも食べてみて味は本当に美味しかったです。ブニューン、トゥデイズヒカキンズポイント、98。皆さんもぜひビヨンビヨンしながら美味しく食べてみてはいかがでしょうか。じゃんけんタイム。いきますよ。最初は、じゃんけんポン。バイ。私、ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他、ID 検索で、@ヒカキンと検索しても出てきますし、LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。タラク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 。
る。